氷川きよし無邪気な金鋭を披露びしさに驚きスタイル抜群全身ショットも話題。歌手の氷川きよしシが23日までにインスタグラムのストーリーズを更新。自身のソロショットを投稿した。写真、氷川きよしスタイル抜群な全身ショット弾ける笑顔も4枚。先日、プライベートで大阪に来たで。 やっぱり長い来ても大阪はええなぁ。大阪、めっちゃ好きやねんとつづり、リスタイル際立つ全身ショットを披露した氷川さらに、ホテルニューオータニ東京でのディナーショーが近づいてきました、と投稿した写真の美しさが話題を集めた。今回投稿したのは、お店で食事を楽しむ姿。ステージの数日前に肉食ベルと綴り、 焼肉を口に運ぶショットを披露。自然で明るい笑顔が印象的だ。また、ニンニク料理や野菜なども満喫したようだ。氷川清キヨ川清カワキヨ七1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロンビア創立90周年記念アーティストとして、箱根八里の半次郎で歌手デビュー。 同年 NHK 紅白歌合戦に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70カ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に、清のずんどこぶしで第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール帳×ヒカキヨシ企画としてシングル。 限界突破かけるサバイバーをリリースし、新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社、キーズナを設立した。旧ジャニーズ解禁の次は、NHK 紅白が喉から手が出るほど出てほしい、大物ミュージシャン。秋風が枯葉を回せるこの時期は、年の瀬の訪れを感じる機会が少なくない。 大晦日に放送される NHK 紅白歌合戦に関するニュースもその一つだが今年はちょっとした異変が写真を見る NHK 紅白が何としても出場してほしい大物ミュージシャン盛り上がらない今年の紅白テレビ担当記者が言う例年ならスポーツ各紙が9月の休館日に発行する特別紙面を皮切りに 競うように司会や出場歌手の予想を書き立てていたはずです。今年はほとんどそれがなく、一部の勇敢誌がかつての歌姫、中森明菜59の出場の可能性を報じた程度、いまいち盛り上がりに欠けている印象です。ともあれ、11日には司会者が明らかに、タレントの有吉博之50をはじめ、連続テレビ小説おむすび、 に主演している橋本環奈25、9月に放送が終了した朝ドラ、虎に翼に主演した伊藤彩里30、曲からは鈴木直子アナ42という顔ぶれだ。有吉は昨年に続き2回目、橋本は3年連続3回目、伊藤と鈴木アナは共に初挑戦。昨年は朝ドラ、乱漫」でヒロインを演じた浜辺美奈24、 が司会を務めましたから、伊藤の抜擢は予想通りではありました。旧ジャニーズの出演解禁。例年、出場者の発表は11月中旬が見込まれるが、今年は様相が異なるそうだ。最大の理由は昨年発覚した旧ジャニーズ事務所、現、スタートエンターテイメントの創業者、ジャニー北川氏、個人による性加害問題が尾を引いているからです。 事情に詳しい関係者が後を引き取る。問題発覚以来、NHK は旧ジャニーズ所属のタレントの起用を見送っており、昨年の紅白も出場者はゼロでした。ただ、民放キー局はキャスティングを再開しており、最後まで見送ってきたテレビ東京も、今月から被害者への補償や経営分離などで進展があったと方針を改めた。このほど NHK も、 紅白を控えたタイミングで旧ジャニーズ所属のタレントたちの出演解禁を発表しました。喉から手が出るほど出てほしい大物。ここ数年 NHK は赤組と白組を合わせたおよそ20組を明らかにした後、特別企画枠として追加の出演者を発表する後出しじゃんけんのような手法を取ってきた。 世界的ロックバンドのクイーンが出演した昨年のように、特別企画枠の方が大物ミュージシャンや話題性に富む歌手が選ばれることが多い。NHK はすでに出演の可否が取り沙汰されたアキナのほか、多くの固定ファンを持つビーズや氷川きよし、四十47には喉から手が出るほど出てほしいはず。昭和63年にデビューして以来、 ビーズの CD の総売り上げはおよそ8300万枚に達するとされる。今も絶大な人気を誇りながら、これまで一度も紅白に出場経験がないが、芸能デスクが後を引き取っている。彼らは紅白に出ないことをポリシーにしていたようですが、現在放送中のおむすびで初めて朝ドラの主題歌を担当しています。曲側は楽曲提供を依頼する際に、 紅白への出場も脱診しているはずですよ。他方、演歌ファンが復帰を待望しているのが氷川だ。一昨年まで23年連続で出場した大功労者。昨年1月から歌手活動を休止していましたが、今年8月に1年8ヶ月ぶりにステージを再開したばかり。今や推しも押されもせぬ紅白の顔で、2年ぶりの出場はほぼ確実と言いそうです。 昨年は第1部の視聴率が29%、第2部は31.9%、共に関東地区と過去最低を記録。不名誉な記録更新は避けられるか。週刊新潮、2024年10月24日合計祭。